鹿児島のさまざまな場所に全力で生きる人たちがいます。きっとその姿は未来の鹿児島を担う力。これからその情熱を綴っていきます。カゴンは未来ノート。熱唱する皆さん、この場所が今日の舞台です。今回未来への思いを綴るのはNPO 法人ワクワクプロジェクトの皆さんです。南九州市 A 町、夢風の里アグリランド A。 最盛期には年間14万人以上の人が訪れていたレジャー施設です。しかし利用者の減少や施設の老朽化に伴い、おととし4月に閉鎖されました。正直ものすごい寂しいです。あの頃は本当に夢の施設ということで、田舎の人がそれなりに楽しめる場所というので、みんな、ね、楽しみにしてここに遊びに来ていたのに。浜田さんたちは施設を管理する南九州市に交渉して復活に向けて動きました。荒れた広場の草刈りをするなど、広大な敷地はだんだんと整備され、一部開園までこぎつけたんです。地元の人間がここが必要だということを訴えるというのが一番大事だと思うんですよ。やっぱり行動として地元の人間がやらないことには説得力がなくなると思って、まずは地元の人たちに再びこの場所を訪れてもらおうと、小さな音楽イベントをスタートさせました。自らも演奏し、訪れた人たちを楽しませます。子連れとしてはこういう自然が豊かなところで遊べるところを管理していただいてありがたいと思います。 2,30 年ぶりに来られるお客さんというのが多くて、自分の子供を連れて来られたりする方がすごく多いんです。みんなで楽しめる公園として過ごせる場所になったらいいなって思います。一度は役目を終えた夢の場所、未来への希望を乗せたメロディーが新たなステージの幕開けを告げています。 NPO 法人ワクワクプロジェクトの皆さんが綴る未来への思いは、かつてのにぎわいを取り戻し、みんなが楽しめる場所を未来に残すぞ。